なさい、むつ主だお。どうもこいちゃ、マリサだよ。今回は何の動画なのぜ、うつ主。なんと来年スレッドリッパー 2990WXを1万500円で落札しちゃいました。これは吉田さんも泣き顔だね。ちなみにその他にも落札できちゃって8700桁と 7980XE の1万500円で買えちゃったよ。全自作エアもびっくりだね、わらわら。しかしここで悲劇が起きます。え、何気なく評価を見たら CPU 納期だけを変えるソフトだって。そうなんです。しかし商品説明欄には CPU をアップグレードできますとの記載だけでした。この出品者情報を見て思いました。北海道に住んでいる人に悪いイメージしかつかなくからやめてと。いやー、夢も儚く散りましたね。まあ夢は夢のままがいいって思う人もいるけど、こんな現実があった方が嬉しい気はするのぜ、わら。まあ今回はただのネタ動画だということになりますね。ご視聴ありがとうございましたなのぜ。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次回、バイバーイ。